ガブリエル・ロワガブリエル・ロワはカナダの小説家。フランス系カナダ人。マニートバ州サンボオニファスで生まれた。教師になるための教育を受け、各地の学校で教えた後、サンボオニファスの学校に赴任した。彼女は貯金を使ってヨーロッパへ留学し小説の原稿を書いたが、1 9 3九年に第二次世界大戦の勃発で完成寸前の原稿をいくつか抱えて、 カナダに戻らざるを得なかった。ケベック州に落ち着くと、小説を書き続けるために写生などをしながら生活費を稼いだ。諸女作である、仮初めの幸福は、モントリオールの労働者階級の多い地区である、サンアンリに住む貧しいフランス系の人々を写実的に描写した内容であり、多くのケベック人に自分たち自身を厳しく振り返らせる機会を与え、 1960年代にケベックで起こった静かなる革命の基礎となったと評価されている。この小説のオリジナルである仏語版は1947年にフランスの文学賞フェミナ賞をカナダ人として初めて受賞し、また1947年に発行された英語版は同年のカナダ総督賞英語文学部門及びカナダ王立協会のローン・ピアス賞を受賞した。 またアメリカ合衆国では75万部以上売れ高く評価された。突然有名人となったロアは注目を逃れるためにマニトバへと戻った。1947年8月、彼女は故郷産ボニファスの一種マルセル・カルボットと結婚した。その後夫婦で通し、夫は婦人科学を研究し、彼女は小説を書き続けた。彼女に再び批評的成功をもたらした。 アレクサンドル・シェンベルは暗く情熱的な物語で、カナダ文学史上における心理的写実主義の最も傑出した作品に挙げられている。彼女はカナダのフランス語作家の中の最重要人物、またカナダの小説家のうち最も影響力のある人物ともなった。1957年にはカナダ総督賞、英語文学部門を再び受賞。1963年には、 1967年に予定されたモントリオール万国博覧会のテーマを決める委員に選ばれ人間とその世界というテーマが選ばれた。アントワールドサンテグジュッペリの小説人間の土地の題名をテーマにすることを示唆したのは彼女の役割だった。1967年にはカナダ騎士団名誉君尺氏を受けている。 1977年には、カナダ総督賞フランス語文学部門を受賞。彼女はその後も、自伝的要素の強い小説を書き、1983年に、モントリオールで74歳で没した。マニトバでの子供時代からケベックに移るまでを描写した、自伝、ラデイトレスイエル・アンショントマンは、死後の1984年に出版された。2004年9月29日に、 カナダ銀行が発行した現行のカナダドル紙幣の20ドル札には、1961年の小説、ラモンターニュ・サクレットからの一説、ヌース・コネイトリアンズ、ヌスルモン・ウンプヌメム、サンズ・レザールが引用されている。また、我が心のコラヨは2007年のカナダ・リーズに選出された。カナダ国立図書館は1940年代以降の彼女の原稿やメモ、 書館などを所蔵している。カナダ各地には彼女の名を記念した学校や図書館もある。1945年8月29日、9人の少年たちに囲まれる女流作家ガブリエル・ロワ。ありがとうございます。